リリン、ハロー、パラレル、リリンパラレルのリントです。今日は、久しぶりにペトちゃんの関係ないお話。はい。リビングのね、ちょっと模様替えをいたしました。ちょっとね、今体調崩してて、ちょっと仕事お休みいただいている状況なんですけれども、ちょっとね、外があいにくの雨模様というのもあって、なんだろうな、気分転換も兼ねて、ちょっとリビングをね、ちょっとだけ模様替えって形でございます。で、まあ、リビングね、基本的にこうやってみると、こんな感じなんですよ。で、そこにね、いつもの机、まあ、私の食卓テーブル的な感じですね。椅子2つと、ここに2脚あるんですけれども、これはまあ、来客が来た時用にって感じですね。普段はここに私はバスタオルをかけてます。バスタオルをかけて少しこう、やっておくとね、太陽光で、乾くという、寸法でございます。朝必ず、会社行ってた時はね、お風呂入ってて、今もう朝起きたら一回シャワー浴びて、で、一回目を覚ましてからいろいろ、行動をするって感じなんですけども。で、たまに映るキッチンね。キッチンは特に変わってなく。で、今日、リビングのところをね、ちょっと変えていて、あ、これ書類が、いろんな書類が見えちゃうから裏返しとこう。はい、この辺を少し変えました。で、まあ、会社に行くカバンね。まあ、会社のみじゃないけども、私がメインで使ってる、アビレックスのカバン。What's in my bag でも出たカバン。こんな感じね。はい。まあ、ちょっとどっか遊びに行くときもこのカバンを大体使ってますね。で、カラーボックスの間の板を1枚抜いて、ドーンと置けるようにしてます。まあ、なんて言うんだろうな。別にこのカラーボックスである必要がないんだけど、カラーボックスが余ってたので、で、板は板で別で使いたかったんだよね、その時は。今結局使ってなくて押し入れに入ってるんだけど、板は。ちょっと板は他で使おうと思って、板をね、使ってたんですけども、抜いて使ってたんですけれども、っていう感じ。で、カラーボックスをドーンと。そこに、帰ってきたらそのままカバンを入れられるようにしてあります。で、横が、清掃関連のもの、掃除機と、クイックルワイパー的なやつ、あんまりこれね、使ってないんだよね。あんまりホコリの取れ具合が良くなくて。100均で売ってた、なんか、マイクロファイバーのなんか、もごもごのついたモップなんだけど、ちょっとね、掃除しにくくて使ってないです、あんまり。と、ほうき。基本ね、ほうきで髪の毛とか細かい汚れをね、片側に集めてから掃除機でガーッとするようにしてます。それこそ、うちのね、ハチュたちとかの周りをほうきでさーっとやって、で、全部リビング側に持ってくるんですよ。で、あと、パソコンの下とかね、ゴミが溜まりやすいので、そこのゴミをファーって出して、で、下のゴミとかも全部ファーって出して、で、この辺に集めた後に掃除機でグッとする感じですね。で、本当に裏の裏とかね、ほうきも入んないところは、掃除機伸ばしてね、掃除機がけするんですけれども、っていう時に使ってるほうき。そしてあと、コロコロ。ベッドをコロコロしたり、まあ、普通に床をね、掃除機でなかなか吸えなかった髪の毛とかね、そういうのを、コロコロで取ってます。で、なんかおしゃれで置いてるだけのインテリア。これいつ買ったのかも覚えてないし、これ、なんであるのかもちょっとわかんない。なんか、イタリア？ロンドン？はい。ロンドンの国旗かな。あとなんか、これ。ここに、一個ね、つけてたんだけど、一回なくしちゃって、ここにつけるのはやめた。エゾモモンガの、知床のなんか磁石。この磁石ここにつけとこっかな、また。またなくしたらどうしようって感じだよ。もう可愛いんだよ。エゾモモンが。で、私が被ってるハット。これは冬場かな。これね、専門学校ぐらいの時から使ってるハットだね。うん。長らく使ってます。で、なんかね、その時バンドやってたりとかした時に、つけてたシルバーのアクセはつけたまんま。なんかかっこいいかなと思って、そのままつけてます。そう、ハットにね、一時期ハマってて。で、夏用の、ハット。はい。メッシュタイプのやつ。麦わら帽子的なね、そんな感じのハット。で、あとはキャップ。これ、筋肉マンだね。もう便器マンです、実はこれ。うんちなのよ、実はこのマーク。言われないとわかんないやつね。裏見ると、便器マンがいます。なんだっけ、エラドーマンだったかな。エラドーマンだったかな。はい。して、ニューエラの、キャップ、ジャックの。ちょっと埃かぶってるね。最近かぶってないんだよね。これも埃かぶってるね。これブラックホール。これも筋肉マン。で、私の財布置き場がここになってる今。で、こっちに、ニューエラの、なんか、スペースの宇宙的なやつ。これもね、可愛くて買ったやつ。ただね、これね、服に合わせるときに難しいんだよね。ちょっとこれ合わせで服選ぶのがなかなかきっつい。なんかうまく合わない。だから、カラーがあんまりない服。単色系の服に帽子だけカラフルみたいな感じ。だから黒いジャケットとか黒いシャツに、下もまあジーパン的な感じに、これ合わせとかかな。うん。最近ね、髪型を変えたのもあって、軽くパーマかけて、ちょっとマッシュっぽい感じにしてるんだけど、それにしてからね、似合うようになったと思ってる自分では。逆にキャップがちょっと似合わなくなった。キャップとかだと前髪がなかなか出なくって、前髪を出しながら、被るようにすると似合うかもしれない。で、これも、ちょっとなんだろう、こう深く被るんじゃなくて、ちょっとこういう感じで被ってあげると似合うかも。まあでも最近そういうファッションしてないな。はい、というとこです。で、ここはコレクション置き場だね。ドラクエがメインかな。と、うちの子、リントちゃんね。自分で作ったスマホケースがここにあります。はい、これ自分で作ったスマホケース。で、ここも自分で作ったアクキーだね。で、あそこに、アクリルスタンドの方もあるね。で、ドラキーとか。ドラキー大好きなんですよ。あと、私の大好きなネルゲルね。スライムがなんか端に寄ってるのはちょっと気になるな。あれね、一番くじかなんかで買ったやつだね。はい。ここにも実はネルゲルのキーホルダーがありますね。で、下は、なんか一時期コレクションカードで出てたやつと、ガチャガチャで出た、スーパーファミコンのソフトのミニチュアと、スーパーファミコンと、スーパーバズーカだったかな、これ。はい。スーパーバズーカ本物、実家にあるね。楽しいよ、スーパーバズーカのゲーム。で、スーパーバズーカのゲームだとこれやってたね。これなんていうやつか忘れた。ピントも合わん。スーパースコープか。スーパースコープだか。これはやったことが。これつなぐんだよね。スーパーバズーカの。センサーみたいなやつで。そう、それで遊ぶ感じだった。あと、ゴールデンスライムとか、オルゴ・デ・ミイラとか、竜王とか、ミルドラスとかいう感じね。で、ゾーマはあそこに貼っつけて、で、あと、ゆうべお楽しみでしたのやつとか、ドラクエ8かなのやつとか、あと、もう使っちゃった後だから映っても大丈夫なんだけど、寿司三昧の、仕草がもらえるやつね。寿司三昧じゃないか、なんか寿司のキャップかな。で、下が、これは、浅木さんのゾーンだね。浅木さんの未開封のアルバムがここにあって、で、こっち開封済みの通常版かな。限定版は開封済み。あ、違う。これリマスターか。で、リマスター前の通常版と、これが普通の通常版か。限定版かな、どっちか忘れちゃったよ。これどっちだったっけ。あれ限定版だな、あそこにあるのと、あとリマスターのアルバムだな。ってことはこれ通常版か。そうだ、限定版は2個買ったんだもんね、私。限定版はね、なんだか2個あるのよ。そう。こちら未開封。これもリマスター版の未開封。これなんかね、朝木さんのイベント行った時に買うと、このカレンダーがもらえるって、カレンダーポストカードがもらえるっていうのもあって買ったはず。あとアナザージャケットもらったりとかね、してました。であとなんかこれは、どっかでもらった、なんかね、ポチ袋兼、鶴みたいなやつ。なんか可愛かったんで置いてます。で、下に、私のそのドラクエ関連の本と、これ、朝木さんが掲載された月刊よね。はい。朝木さんが掲載されたことがある月刊よ。朝木さんのページがすぐ開けない。これ朝木さんのページが開けないぞ。もうちょっと後か。あった。朝木さんのページ。こんな感じでね、結果よ。あとはドラクエのそのコードがね、仕草のコードとかが欲しくて買ってた本と、私がハマってるパワーストーンねの組み合わせ辞典とかで、こっちがこれ前に仕事で使ってたメッセンジャーバッグに多分これマフラーとかなんか冬場の防寒のものを少し突っ込んでるやつ、あと防寒用の下に履くやつとかね、スポーツの時になんか履いたりとかするやつとマフラーだね。これは、これなんだ、あ、これあれだ。ここにある雨具の下。ちょっとね、登山とかしてたんで、その時に使ってたやつですね。で、ネット、回線と、Wi-Fi、ルーター。で、下は、これ、あれだ。メルカリでカードをたまに販売するんで、その時に使ってる梱包材ね。と、これ何？封筒？で、ラップはね、濡れ折れ防止のために使ってるやつ。あと、ベビーパウダー。私ね、たまに膝裏が、ちょっと、汗もみたいのができるんで、その時に使ってたベビーパウダー。あと、これは？ああ、これあれだ、ユニクロの、ジャンプコラボの時の紙袋取っといたんだね、私ね。で、この辺が、なんか、ハサミとか、なんか、こういう、たまに使う系のものが入ってるね。あとは、これ何？アロマオイルか。こいつの、タンクに入れて、アロマの匂いを出すようにしてるやつね。と、あとは、コロコロの、替えと、ああ、ムックル。ムックル。これなんか、白老の、なんか、アイヌの、なんか、施設で買ったやつだ。ビーン、ビーンってなるやつ。遊んでみたけど、全然音が鳴らせず、難しかったなってなったやつ。あとは、なんかアブローラーね、たまに使ってるやつ。最近あんま使ってないな、でもな。あとはドライバー一式でしょ。で、この辺が、そう、雨具があって、あと、これナイキかな？じゃあ、アディダスか。アディダスの上着と、これも、パーカー。半袖タイプのパーカー。今時期、適当に外出るとき、部屋着で外出るときに、T シャツの上にこれだけ羽織って、下はズボン履いて、みたいな感じで外出るときに使ってる、ズボラな格好の時のやつ。の、長袖版ね。で、これは普通に雨具でしょ。で、この辺がカバン。これあれだね。キラヨシカゲの、プレミアムバンダイ限定で販売されてたやつと、これ一番くじかなんかだな。しかもこれ、カバンの位置ここじゃなくて、私こっちね。こっちに置いてるやつ。普段はちょっと外に行くときはこのカバンを使ってるかな。財布と、あと充電器とか、あと何、定期とか入れて、これで出かけてるかな。あと常備薬があるからね、私薬入れたりとかしてます。なんかいろいろポケット入ってあってね、ペン入れたりも全然余裕でできるね。そう、なんかいろんなところにポケットあるバッグです。とこの辺がトートかな、トートバッグ。ほんとその辺のスーパーとか行ったりコンビニで買い物をしたりするときに、そんなに大きくなくていいときに使ってるやつ。こっちがあれだ、遊戯王のやつだ。そう、中はすごい遊戯王だってわかるんだけど、こんな感じでね、外側はただの真っ黒い感じで、これはニューエラでもらったショッパーだね。ショッパーそのまんま使ってる感じ。あとあれだ、なんかの雑誌の特典のモズのカバン。このモズのはほとんど使ってないの最近な。もう基本これになってる。でこっち側が最近私が模様替えして結構アップデートしたパワーストーンを置いてるところと、天獣だねこれね。水晶の龍眼天獣っていうのと、白黒天獣と、あと万字天獣か。でこれサファイアのブルーレサゲートだったかな、これに。これガーデンコーツだね。でここが純金のアクセサリーパーツをふんだんに盛り込んだ、ちょっとなんか金持ちそうな雰囲気のパワーストーンブレスレットで、これ天獣だね。とあるお店の抽選で当たって、そのお店だと普通に買うと20万だか30万ぐらいする高級な天獣の龍眼天獣をネックレスにしてます私は。実際本当にその値段なのか分かんないけど、でもそこのお店の販売のしてる天獣ちらっとこう値段見たら30万で普通に入ってたから、多分それで売ってるんだろうね。でしかも買う人がいるからって感じなんだろうね。そこの浄化イベントとかにたまに行ってます私は。天獣のね、新しい天獣はほとんど増やしてないけど、ちっちゃい天獣はいろいろあるんだけどね。でこっちが二眼天獣と、これ三色線か、三色線天獣と、あと私の好きなパワーストーンもので揃えてます。アメジストとか、あとはこれなんだっけ、名前忘れちゃった。なんかそういう淡い系の色のやつでやってて、基本的に全部石の相性自体が悪くないように作ってます。あと一番最初に買ったパワーストーンはこれかな、アメジストと水晶だけのやつ。もう今は使ってなくて、このムーマちゃんの下のところにこうなんかオブジェとして引いてます。でムーマちゃんの中にアメジストのダイヤカットされてるやつ入れて、ムーマ可愛いんだよ、ムーマ好きなの。ムーマジよりムーマ派です。はい。でサーナイドね、嫁ポケと私が呼ばせていただいてるポケモンサーナイドで、ミロカロス。ミロカロスもね、美しい見た目の、このぬいぐるみちょっとそんなに美しくないけど、こっちがちゃんとしたミロカロスね、綺麗なんですよ。私のスタメンのうちの一人でね。ジラーチ、伝説の中では1、2を争うレベルで大好き。あとジラーチとシェイミーが好きかな。ここにシェイミーいるけど、あと、ピカチュウとかサトシがいたりとか、ちょっとポケカーやってた時に集めてたポケカのコインとか、あとこれあれだね、花田ジムのブルーバッジかな。あとはこの中にちょこっとだけこういう感じでたまーに買ってたやつ。最近ポケカ買ってないね。こっちなんだろう、こっちはあれだ、スリーブとセパレーターだけ入ってるやつだ。はい、これもね横にね可愛いんですよ。ジラーチもサーナイトもいて、なんだっけこいつ、ニャスパーだったかな。チルタリスにデデンネでしょ、でニンフィアにピカチュウに一かけで、こっちがフラベベかなにブースターって感じで、後ろにギアンシーね。でこれはリーリエとコスモック感じね。でこの辺にポケモンのモンスターボールね。これポケモン GO で使えるやつ。ポケモン GO でも使えるし、ピカチュウとイーブイピカブイでも使えるやつ。あと私がたまにつけてる指輪とネクタイピン。ネクタイね、いろいろあるんだけど、最近ネクタイをしたファッションしてないね。で、あとは、これが、私がいつも使ってる、ワイヤレスのイヤホン。あと、ここに、生配信の時にね、この間からちょっと使い始めてるワイヤレスの、マイク。接触がいつもね、悪くて、なんか充電の接触がここが悪くて、生放送中にちょっとお話ししてたんだけど、角度を少しだけつけてあげると充電されるの。でもね、これクッてやるとほら充電消えたでしょ。こうね、クッてなんだろう、ちょっと山になるようにしてあげると充電ができるという、ちょっと接触不良品です。なんでクリップでこういう感じで留めて、でちょっと段ができるような形を取って充電してますっていうところかな。はい、この辺をね、模様替えしました。模様替えで一番ね、いっぱいやったのは、ここのポケモンゾーンのところ、あとパワーストーンのところね。パワーストーンをきれいに置いておけるように、さざれ石とかね、重要なので、パワーストーンのベッドみたいなところなのでね、それで、よいしょ、さざれ石とかね、ちょっと、さざれ石洗ったんですよ、一回。水で。で乾燥させて、でまた置いてって感じ。あとはこの辺はあれだね、ガラス玉とか、あとうちのおじいちゃんが亡くなった時に一緒におじいちゃんが使ってた数珠かなんかをね焼いたんだけど、その焼いた時にこれだけね焼け残ってたからもらってきたやつだから、おじいちゃんの形見的な気持ちでもらいました。あとこれあれだね、タイガーアイのなんかカットされた石って感じね。ちょっと石系なんで、ここに一緒に合わせて置いておきましたって感じかな。そう、パワーストーンもね、小粒でいろいろ持ってたやつも処分しちゃって、もうなくなったから、って感じ。下はね、なんか書類とか、あとここにマスク入れてたりとかって感じね。あとその辺にセロテープが置いてあったりって感じです。はい、っていうちょっとお休みを利用して模様替えしましてよっていうお話でした。ということで、以上、リントでした。よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどですね、各種SNS いろいろやってますので、よかったらそちらもどうぞご覧ください。また、過去にもたくさん動画上がってますので、そちらも見てください。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。